ご視聴ありがとうございます。今日は私のオープニングのトークをまとめてみました。パート5になります。ぜひご覧ください。それではスタートです。あら、クマちゃん寝てるの？そうだよ、小鳥ちゃんがねんねしてるから私も一緒に寝てるの。あらあら、クマちゃん赤ちゃん生まれたの？そんなわけないじゃん。でも可愛いね。ねえねえ、この前さ、道端に咲いてた雪柳すごい綺麗だったね。本当だね、雪が積もってるみたいで綺麗だったね。クマちゃん、東京は桜が咲き始めたね。本当だね、タピオカ持って見に行こうっと。クマちゃんも花より団子のようですね。ねえねえ、ビーズが雫みたいで綺麗だね。本当だね、綺麗だね。ねえねえ、昨日見たビーズが綺麗だったから今日は私もビーズをバッグにしてみたよ。似合うかな？クマちゃん似合ってるよ、かわいいね。見て見て、テーブルクロスだよ。あら、おいしいご飯が食べれそうだね。今日も私をいっぱい見てくれてありがとうございました。またオープニングでお会いしましょう。